make, or I'll have to try my last-ditch move. Emergency skills for junior patrollers. Lesson one, CPR. Never did it on any living person, though. Chizya. Sorry. You just woke up, and here I am, chatting up a storm. Are you all right? Do you feel any discomfort? You can call me Trisha, and she's Yang Yang. Gorgeous spirits. It's on the outskirts of Jinzhou, Huanglong. Your attire doesn't seem local. Are you a roving traveler from afar, or someone returning home? So, you don't know why you're here, where you're from, or who you are. Baijia didn't tell us you'd have these after effects when you wake up. The wind has brought us a warning. The Atheric Sea is converging. It seems a new tacit field is taking shape. That means it's probably gonna get dangerous here soon. Ugh, I knew it! Our gourds are out of service because of the Etheric Sea's influence. We can't send or receive messages for help now. We better hurry over to meet up with Baijia at our gathering spot and get out of here. Guess you really can't recall a thing, but don't worry. If you got any questions, we can talk as we move. Yang Yang and I will give you the full scoop, every little detail from the get-go. Rover, can we call you that for now? Before you remember your true name? We shouldn't stay here. If you don't have other plans, how about leaving with us for now? That's great! Let's go together! Rover, I know you can't remember a thing, but there's one thing I'm 90%, no, 100% sure about you. You must be a Resonator too. You've got a tacit mark on the back of your hand, and you have a gourd.
行こう。今は静かで平和だけど、急に危ない残像が出てくるかもしれないから気をつけて。って言ったそばから？行くぞ。次は絶対先手を取るぞ。出ないとマーシャオファン、いやいや力しくないんだ。どうしました？どこか具合でも？もしかしてさっきの戦いで？今週の採取、核の醸造です。採取は交流にある一定六州にそれぞれ一人いて、皆異なる外見をしています。え、採取が？採取の姿を目にするなんてなかなかできません。それこそ就任式ぐらいでしか。それなのに採取が近くに見えているのですか？ということは漂白者さんは採取の共鳴者？でも
今の今州祭祀の共鳴者はレイン様ですし。うん、やばい、これって巨狼級の残像だよね。シカを助けましょう、脅迫者さん。共闘なのに息ぴったりだったじゃん。それにさっきのヤンヤンの戦う姿、まるで我が子を守るお母さんのよう。うん、毅然と信号灯はもうすぐだよ。信号灯に着いたら登録しておくと便利だぞ。それに半径5メートル以内なら信号灯が敵の攻撃を防いでくれるから安全な場所でもあるんだ。漂白者さん、デバイスを貸してもらえますか。これで大丈夫です。機種とバージョンが違ってもデータの送信などの基本機能が使えるようになりましたよ。すぐ谷口に到達します。高低差がありますのでデバイスのパラシュートモジュールを使うと便利ですよ。漂白者さんのデバイスにもパラシュートモジュールが。谷口を出てもうちょっと歩いたら昆虫城に着くよ。城内はどこよりも安全な場所なんだ。なんてったって天皇が作った防御施設は難攻不落。
中枢信号灯が城全体を覆うように保護シールドを出してるからね。へへでしょ。今週は石崩れの高地と北楽の原に面しており、関所と要塞の役割を持つので交流の要衝と呼ばれています。略氏、ここで待ち合わせするって約束したのに来ないな。天空海がここに発生します。まだなかったよね。ここへ来た時には感知できませんでした。え、早いにも程があるって。天空海には追跡機能でもついてるのか。まるで私たちの後を追ってきたみたいじゃん。無音区の中央、あれって白紙じゃん。ビョクシビョクシ、遠すぎて声が届きません。形成されたばかりの無音区は一定時間潜伏期に入るので比較的安全ではあります。潜伏期の持続時間は無音区の形成時間に依存します。形成時間が短いほど潜伏期が長い、そして潜伏期が長い無音区からは強力な残像が生まれます。そして形成時間が短いほど潜伏期が長くなる。だからこの無音区は一定時間内であれば安全なはずです。はい、それにパラシュートの滑空距離では無音区の範囲を超えられません。まずは白紙の元へ急ぎましょう。デバイスの滑空機能を使いましょう。漂白者さん、私に任せてください。大丈夫みたいね。よかった。もうすっごい元気だよ。さっきも巨狼級の残像をやっつけてたし、いや本当に元気だね。はい、特に問題はなさそうです。私はただあなたのことを心配してくれているんです。おしゃべりするなら場所を変えましょう。
行こう。一気に行くぞ。頑張って壊そうとしたんだけどびくともしなくてさ。私も大丈夫です。あれほどの残像を軽々倒せる漂白者さんって私は特に何も、すべて漂白者さんのおかげです。雲稜谷はそれほど危険な場所ではないはずなのですが。そんなことよりこれ見て。これは残響ですね。おお、さすが、あんたついてるね。漂白者さんは残響と音階について覚えていますか？万物は周波数で構成され、音には必ず響きが残る。これは残響と呼ばれるもので、デバイスのデータドックを使えば回収できます。
デバイスってのは共鳴者たちが持っているあの氷炭のことな。交流の技術は世界一。でも残像を倒したら必ず残響が手に入るってわけじゃないんだ。これはデータドックのレベルが関係してて、データドックのレベルが高いほど残響を入手できる確率が上がります。残響を手に入れれば恩返という心強い味方になってくれますよ。ですが先ほどデバイスが発した警報は怒涛級以上の残像の出現を知らせるもの。漂白者さんのデータドックレベルでこの残響を回収できるのでしょうか。とりあえずやってみよう。あ、ダメか。まあまあ、ご飯はよく噛んで食べろって言うしさ。弱い敵の残像は確かこの辺りに小さいアツツがいるんだ。あれ可愛いんだよ。後で一緒に捕まえに行こう。この異常現象は各所に報告する必要がありそうね。まずはここを離れましょう。この力は一体あんたまだそんな技を隠し持ってたのか。こんな共鳴能力見たこともないよ。もしかしたらまだ他にもすごい力持ってるんじゃない。残像丸飲みとか恩返し炭焼きとか。漂白者さんの失った記憶と関わりがあるのでしょうか。今ので何か思い出したことはありますか。気分はどうですか。何かおかしなところはありませんか。お体は、具合は、吸収した残響の影響は。略し、漂白者さんを過疎研究院に連れて行って共鳴医療科で診察を。略し、体が恩返を吸収する得意な例ではあるけれど全く前例がないというわけじゃないわ。体が恩返を吸収。季節眼交流編の冒頭にこんな言葉があります。この世におりし天人、健康を師匠に宿しその身に恩返を収める。一期行家生まれし万古、天地を覆い敬意相応をもって四方を照らす。しかして交流、要するに昔まだデバイスが世に存在していない時代にすごいお方がいて、最も強い残像を吸収して恩返に変換し、その力を利用してこの世界を再構築した。それから交流の歴史が始まったってとこかな。やったー、褒められたーって喜びたいところだけど、実はこのお話子供の頃にずっと読み聞かされてたものなんだ。ヤンヤンみたいに原文を全部暗記するなんてできないけど、大体の話なら覚えてるよ。本当かどうかはさておいて、これすっごい昔の話だよ。もしかして漂白者私たちのご先祖様だったりする。まだデータサンプルと研究分析が足りない。結論を出すには至らないということ。漂白者、
あれ？受信できるようになった？これは変帝から今週全域への映像メッセージですね。今週の皆さん、お忙しいところ失礼します。今週の婚礼員、今氏です。月追祭が近づいており、今週にも各地から客人が訪れています。この素晴らしい祭日、民の期待に応え、人々が楽しく過ごせるよう心から願うばかりです。古来から今週は残像町を退ける前線拠点としての役を担ってきた険しい土地ですが、本州を支えてきた民のおかげで、このような繁栄と平和を築くことができました。皆さんの我々は常に恐れに屈せぬ意志と温かく誠実な態度を抱いてきました。それはこれまでもこれからも変わることはありません。そこで皆さんに一つお願いしたいことがあります。ここを訪れる者の中に、与と今州、そして交流にとって非常に重要な客人がいるのです。この時を長く待ち望んでいました。あなたは目覚めたこの世界にきっと混乱していることでしょう。周囲で起きている奇怪な現象にもすでにお気づきになられているかと思います。ですので、もし今週境内にとどまるおつもりでしたら、今週城内の変帝でお会いできないでしょうか。あなたの疑問すべてにお答えすることは叶いません。しかし諸々の助力をあなたに提供させていただくことはできます。もちろんこれは要請ではなく単なるお願い。いかなる道を進まれようとも、それはあなた自身の選択でございます。したがって今週の皆様、お願いします。その客人と出会うことがあれば、便宜を図り精一杯もてなしてください。というか、レイン様が言っていた客人は漂白者さんですね。レイン様のお名前ですか？お名前は死の一文字です。レイン様は祭主の就任式が行われた後、レインを継ぐ者として州の名字を授かり、州と運命を共にされることを誓われます。って、そうじゃなくて。漂白者さんはどうしますか？谷にいた時、漂白者さんは今週祭主の彫像を見て、祭主の記憶の話をしましたよね。その記憶が本当の出来事なのかは分かりませんが、レイン様からの通信内容が本当なら、漂白者さんの経歴は今週と深い関係があるはずですが、レイン様の客人かどうかに関わらず、漂白者さんは私たちの大切な友達だよね。だって一緒にすっごい大変な目にあったんだもんね。こんな短時間であんな量の残像見たことないし、最後にはすごい大物もいたし。まあほとんど漂白者が倒してくれたけどとにかく今週城に着いたら絶対パンファ食堂の名物料理をご馳走してあげるからさ。
体調を考慮して今週中。体調を考慮して今週中に着いたら一回全面的に検査した方が良さそうね。恩害を吸収して以降明白な異常は見られないけれど、他の危険性が潜んでいる可能性はまだ否定できないわ。それと今ある、ちょうどよかった。ここら辺で漂白者が吸収できるやつを捕まえよう。この鹿が片っ端から探してあげる。さっきの再現できる？漂白者が吸収できるのはすごい残像だけなのか？もしくは種類が限られているとか？それともデバイスならできるとか？漂白者のデバイス、どこのなのかわからないけど、ちゃんと使えるじゃん。見た目は少し変わってるけど、基本的な機能は私たちのデバイスのと同じだね。これも音の力だ。これも音の力だ。消えろ。たっ、なっ、せい。
十条はこの先だよ。見つけた。私だけの運命の種。さてと、これからどうしよっか。おいしいものでも食べに行く？私は一旦研究員に戻るわ。雲稜谷の異変、無音区の復活、頻発する怪食現象、これらの異常な状況について報告しないと。天帝への報告は私に任せてください。ついでに漂白者さんの謁見の手続きもしておきます。今週は政治の中心地であり、類書の所在地です。天帝は今週の監守の役割を担う、いわば都市を機能させるための用地です。なの中枢信号塔を登録してもらいたいし、私が漂白者を案内するよ。それが終わったら適当に近くを見て回ろっか。今週に初めて来た人を偏邸に突っ立たせておくわけにはいかないでしょ。それに1秒でも退屈されたら、私ら今週民のおもてなし精神に反するよ。では私は謁見の手続きをしてきます。地下は偏邸まで漂白者さんの案内をお願いね。うん、任せて。後で共鳴医療科にも話を通しておこうと思うのだけれど、身体状況を考慮するとあなたは全体検査を受けるべきよ。謁見が終わったら研究員に来て。主に検体、病変によるリスクの排除、そしてバイタル情報と身体データを監視し記録する。得た情報やデータは全て分析研究に利用させてもらう。もちろん勝手には使わないわ。全てあなたが同意してくれたらという話。それじゃあ早速。ほらもたもたしないで。漂白者を案内したい場所はたくさんあるから。獅子舞、ヒーローショー、摂取所、憲法試合、それに美味しいものも数えきれないほどあるんだ。今週
正義の味方しかここに参上。今週の中枢信号塔に到着。今週最大のサーバー集約センターの、まあつまり大型のナビゲーションシステム、防衛システム、それと地域インフォメーションセンターを兼ねてるってとこかな。今まで見てきた信号塔は全部小型のだから中枢信号塔の方がすごいんだよ。でも信号塔間ではデータが共有されていて、信号塔を登録すればマップ情報がデバイスに同期されるんだ。デバイスをそこに置けば登録完了だよ。手続きを済ませました。いつでも謁見できますよ。しか、漂白者さんをこちらに案内してくれる？
行こう。私もびっくりしました。変庭にこれほどの一般人が集まっているなんて。はい、ここにいる人たちも謁見を申請したようですが、すでに却下され。おお、さすが漂白者。でもまあ正直疑いようがないよね。レイン様が言ってたこと全部当てはまるんだもん。できるよ、ライブじゃないから。漂白者さん、何か思いついたんですか？つまり？漂白者さんが何を考えているのかは分かりませんが。そうそう、私もよく分からないけど、レイン様の目的が何であれ会ってみないと分からないじゃん。それでもやはり空白だらけの記憶しかない状態で見知らぬ町にいるというのは不安に感じますよね。なるほど。漂白者さん、まずはレイン様と会ってみましょう。謁見は同行が認められていないので、私とシカは外で待っています。あなたの帰りを。うんうん、すぐ近くにいるから、何かあったら大声ではダメか。外からは聞こえないもんね。変態で騒ぐのもけ。行こう。こちらにどうぞ。どうぞおかけください。では少々お待ちを。お待たせして申し訳ございません。はじめまして、レイン近衛のサンカと申します。現在レイン様は変庭を離れておいてですが、出立前にあなた様へ贈り物とある印をご用意されました。本日はそちらをお渡しします。レイン様曰く、言葉で説明せずとも
その印が指す場所にあなたが求める答えがあるとのこと。期限は3日、それまでであればレイン様に必ずお会いできます。レイン様はここにはおりませんゆえ、それにお答えすることはできません。ですがあなた様は特別です。その者たちとあなた様の違いは何なのかということですね。私の目には生き物の周波数が映ります。いや、むしろ周波数しか映りません。あなた様はレイン様と同じ周波数を持っています。歪みのないありのままの姿です。この世に存在しているあなた様本来の姿です。それはそれぞれ違いがあります。デバイスを貸していただけますか？あなたが腰にかけているひょうたんのことです。これはレイン様からの指示ですので。探索モジュールを最新版へとアップグレードいたしました。これによりスキャン、オブジェクト操作、鍵の輪などの機能が使えるようになります。またあなた様の通行権限の認証につきましても、デバイスコードを各関口と信号塔に送信しましたので、要は今州各地を行き来するためのフリーパスのようなものです。はい、変態も含め自由に出入りできます。また失礼ながらお尋ねしますが、宿泊される場所はお決まりですか？もしまだでしたら、レイン様が変態内に手配された部屋をご利用ください。ご利用の際は私にお声掛けください。お部屋までご案内します。わかりました。では私はここでお待ちしています。よし。脅迫者、結構時間かかったね。もしかしてレインさんも結構話が長いタイプ？レ
員様、今は偏廷にいないのか。風の中に不穏な怪しい気配が漂っています。次々と蘇る無音句、あまりにも強大な残像、そしてあと謎の漂白者。今週はどうなってしまうのでしょうか。偏廷、軍則府、それと研究員にも報告したし、今やれることは全部やった。それにここは交流で、今週何千年もの間にいろんなことが起きたけど、みんなの力でここまで来れたんだ。残像町だって毎年来てるものだし、それに頼もしい良き将軍にレイン様と宰相様、あたしらだっているしね。危機に当面しようとも、皆一丸となれば一騎当選、万夫不当とならん。鹿の言う通りです。この3日間漂白者さんには何か計画はありますか。そうだね、急がば回れだから、まずは城内でブラブラしよう。手がかりなんて急にひらめいたりするかもしれないし。物に隠されたメッセージか。レイン様、なんでこんな回りくどいことしたんだろう。漂白者さん、レイン様に渡された印を見せてもらえますか。なんか思ったより小さいね。特別なところは見当たらないけど。これらの印、特に飴玉に対しては私もしかも子供の頃の思い出がありました。漂白者さんはどうですか。飴といえばお菓子。お菓子のことなら今週の子供が一番詳しいんじゃない。研究員までまだ距離があるね。前に常備機能をインストールしましたよね。待ってね。聞いてるよ。え、いつ行方不明になったの。あ、仕事のこと忘れてた。もう時間やばいじゃん。ごめん、これから仕事に行かないと。終わったらまた合流しよう。何か急用があったら私の名前を大声で呼んで。さすればこの翼の英雄が颯爽と舞い降りる。ダメダメ、やっぱ今のなし。これ以上食べてたらさすがにまずい。はいはい、行ってらっしゃい。
私がいるから何も問題ありませんよ。漂白者さん、中へどうぞ。私からの返信はないですね。実験中でしょうか。そちらにいる方は安全課所属の黒石武器の専門家モルトフィーさんですね。本当に聞かなきゃいけませんか。どうした。何。モルトフィーさん、私たちは喧嘩を売りに来たわけではないんです。私たち白氏の友人でして、彼女に用があってですね。なるほど、そういうことでしたか。お気を。いえいえいえ、とんでもないです。約束もなしにお邪魔したのは私たちの方ですので。白氏さんならデータ分析室にいるはずです。しばしお待ちを。呼んできます。ありがとうございます。この方が安全課のモルトフィーさん。ネオユニオン出身の方で、数年前から過疎研究員に勤めています。科学、来ていたのね。分量谷のサンプリングデータなら現在分析中。本日中には結果が出るわ。漂白、それで変定への旅、何か成果はあった？白氏はどう思います？飴玉については多少分かっていることがあるようだけれど、まだ検証の余地がありそうね。可能であれば全ての印に対して構造の破壊を除く検査と測定を行うべきよ。データは嘘をつかないから。日時計以外は環境下で検査と測定ができるわ。測定には放射線測定機器を用いるから、黒石研究の責任者へ申請を出しましょう。彼が黒石研究の責任者の一人よ。ここで待ってて。何か注意事項があればあらかじめご説明を。これより対象物の回収および約20分間の測定を行います。検査と測定には時間がかかるわ。他に用があればそっちを優先して、結果が出次第また連絡する。漂白者さん、研究員で待ちましょうか。別にいいけど、後で私のところに来て。身体検査があるから。検査機器は全て調整済みよ。これからあなたの身体状況と共鳴周波数における異常の有無を検査する。準備できたら始めましょうか。無感謝を再現してみて。なるほど。加えてあなたのデバイスに無感謝のデータはない。あなたの体が無感謝を吸収したという推測と辻褄が合う。無感謝の周波数エナジーはあなたに飲み込まれた。跡形も残らずにね。でもその仕組みはさっぱりわからない。まるであなたの体の中に周波数エナジーを吸収する機構が別にあるみたい。
まだ判断するにはデータが足りない。端的に言えば、あなたの体にはもう一つの空間、あるいは生き物がいる。空間も生き物もただの比喩表現、それか推測に過ぎない。もし本当にそんなものがあれば、ぜひとも研究してみたいものね。研究に値することが多すぎて、あなたには興味が尽きないわ。どうやら実践で検証するしかないようね。そのまま動かず、デバイスをしっかり握りしめて。キュウインが作った疑似ソノラ、私とヤンヤンがサポートするわ。いつも通り残像と戦ってみて。これも音の力だ。すごい。これも音の力だ。うどんと同じね。あなたの体に無感謝の影響は見られない。至って正常よ。より詳細なデータが欲しい。次はもっと負荷をかけるわ。私に任せて。強敵うつの同調、はっ、全員高く舞い上がれ。はい、はい、でも乱れがない。これもあなたの共鳴能力ではないみたいね。あなたの可能性はまだまだ未知、さらなる検証が必要ね。行くぞ。響け。これも音の力だ。だらけだ。私に任せて。これも音の力だ。消えろ。この身を刃に。うつの同調。データ回収完了。前方の出口から戻ってきて。
通信が急に途絶えた。どうも様子がおかしい。もう一回出口に行ってみよう。また戻ってきた。それにこの月は一体。漂白者さん、漂白者さん、はあ、よかった。白氏、さっきのは一体。急に通信が切れるなんて。漂白者、疑似ソノラで何が起こったの？もう詳しい情報が欲しい。鎌を持つ巨大な残像、無感者ではない。おそらくそれ以上に強力な残像ね。これは疑似ソノラの稼働開始後初めての事例よ。ソノラは特定の場面を完全に再現できる。客観的に、いいも悪いも全て。そして研究員が開発したこの疑似ソノラはソノラと同じ構造的特徴を持っている。これが異常周波数の混入を防げない理由。つまり可能性として考えられるのは、あなたが異常周波数に影響を与えた張本人だということ。ソノラに入った時のあなたの心境、もしくは記憶が反映され、ソノラ自体が再構築された。どうもあなたの内面に関わる部分が多いよね。ソノラに発生していた異常が漂白者の無意識と共鳴したのか。それとすぐに結論を出すことは不可能ね。ソノラの動作確認は改めて行うわ。とにかく身体検査だけ見ればあなたは健康そのもの。全項目のジェム、何か異常を感じたらすぐ私に連絡して。いい？過疎研究員所属、白氏よ。
答えに近づくために。このおしゃべりタイムね。欲をなくせば心は自然と静まる。心が静まれば人は自然と悟りを開く。だよ。